やっと、はい、1.50 年の、大型バグ。大型バグの、はい、説明、詫びが、一回、途中経過としての報告、詫びが出ました。はい。それをちょっと、お見せしたいので、一応お知らせとかログインしたらお詫び来てるんで、みんなインしてもらったら見れるんですけども、とりあえず私も自分の、端末でインして、ちょっとお知らせ情報とか見せていきたいと思いますね。はい、ブレブだね。かなりね、途中経過にしては大量の音で大量の詫びが来ました。あ、ね、これで、はい、志願品が入ります。で、さあ、これバトルが重くなる事情の調査結果についてのご報告っていうのが先ほど上がりました。17時15分かなにアップされました。はい。で、こちらの方を見ていくと、ただ、うん。でもこれ途中経過だからね、終わったらまた詫び来るよ。でも、みんな、前座で喋ってるけど、まだ足りないって言ってる人がいる。そして、星6の選択が、1個は欲しいよねっていう話とかもしてたね、さっきね。で、このバトルが重くなる事象の調査結果についてのご報告。はい、皆さんこれね、一応ログインしてもらってお知らせ見てもらうとわかるんですけども、念のためね、ちゃんとお知らせを読まない人用に、はい、配信そして YouTube にアップをしたいと思います。はい、進撃の巨人ブレイブオーダーをご利用いただきありがとうございます。8月10日のアップデート以降で発生しましたバトルが重なる事象の、バトルが重くなる事象の調査結果についてのご報告をさせていただきます。はい、ご報告内容、発生原因と調査状況のご共有、ここに5いらないぞまあいいや、共有。はい、そして進行中の調査内容、はい、それから解消までの暫定的な対応、そしてお詫びについて、はい、このお詫びのね、はい、レンさんが言ってる補填えぐい、はい、その通り、はい、でまず初めに、不具合発生から2日以上が経過しているにもかかわらず根本的な解決に至っていないこと、深くお詫び申し上げます。1.5 周年に向けてどのようにして皆様を喜ばせることができるかなどを協議し、チーム一丸となり取り組んだアップデートにもかかわらず、皆様に満足にプレイできない状況と不快な気持ちにさせてしまったこと、心から深くお詫び申し上げます。未だ解決できていない不具合についてお客様へ詳しくお伝えする必要があると判断し、お知らせを用意いたしました。長文になりますことご容赦くださいということでね、これね、誰だっけ、すっごいね、運営さんにね、めちゃくちゃね、長文アプローチをねずっとね続けてる人がね、とある方いらっしゃってですね、結構前者にね時々いらっしゃるんだけど、その人のアプローチのおかげかもしれない。もう本当にね、すごいね、ブレオダに対してね、もう進撃の巨人愛でだと思う。ブレオダ愛じゃなくて進撃の巨人愛だと思う。わかんない。どっち、もしブレオダ愛だったらごめんなさい。はい。すっごいブレオダに対して、運営に対してかなりアプローチを積極的に頑張っている方が、私が知ってる範囲約1名いらっしゃって、その方が、なんだろう、メールで連絡しただけだったら、ちゃんと対応してくれないからっていうんで、なんか、ヘルプの、
ボタンを押した時に、その中にヘルプの中にバグ報告みたいな、なんだろう、項目があるらしいんですね。そこに書き込みができるらしくて、そこでめちゃくちゃ書き込んで、なんかアプローチしているという話を聞きました。見てないからちょっとわかんないんだけど、でも多分見に行ったらめっちゃ書き込んでるはず。はい。で、まあそんな話は去っておき、1、発生原因と調査状況の5、ここに5つけのおかしいよ、共有。はい。まず、ブレオダのバトルシステムですが、リアルタイムでのマルチバトルを採用しているため、バトル上での計算処理は全てサーバーで行い、その結果をゲーム内、お客様の端末に反映しているシステムを採用しております。今回はその処理を行うバトルサーバーのメモリー使用量が時間経過により増大し、その結果 CPU 負荷が異常値となり、バトル上での大幅な遅延または計算処理がタイムアウトしてしまう事象が問題となっています。ちなみにこれは起きている事象となり原因ではありません。ということで、まずこれについてわからない人はわからないと思うんで、バトルサーバーってわざわざ書いてありますけども、実はブレオダ内の、サーバーっていうのは1個ではなくって、バトル専用とか、ストーリー見る専用とか、あとチャット専用とか、多分サーバー分かれてるんですね。で、その中のバトル専用サーバーが、なんかその使用することによって、みんながアクセスすることによって CPU っていうのがですね、なんて言えばいいかな、パソコンよくわかんない人からすると CPU って何ってなると思うんだけど、なんだろうな、パソコンとか、サーバーにおける知能 AI、 情報処理をするメイン的存在の子がいるんですよ。その子のスペックをオーバーした状態で負荷がかかりすぎてしまって、そのバトルのサーバーの、その、なんだろう、処理専用する子が、ちょっと、処理しきれなくて、なんか、遅延したり、タイムアウトしてしまうっていう状態が起きている。ということですね。はい。で、原因の調査に時間がかかっている経緯としては、プログラム上でのミスによる不具合であれば、サーバー上のエラーログなどを分析し、問題の発見から不具合の修正を行えるのですが、今回はそのエラーなどの異常終了、バグが発生してません。はい。これちょっと意味分かりにくいですよね。私もちょっと分かりづらいんだけど、とりあえず、普通にプログラムの、プログラム一個一個に対して、記入ミスがあるかどうかっていうと、そういうわけじゃないんだよ。そういう判定は出てないんだよっていうのが正しいかな。で、メモリーや CPU の使用率が上がる実例としては、プログラムの設計ミスなどで、永続的に計算を行い続ける処理などがケースとして挙げられます。はい。そうですね。使用率が上がるのは、プログラミングの、その、記入っていうか、文字列のミスなどで、プログラマーのミスで、永続的に
同じ処理をね続けたりするっていうのをね、プログラミング業界ではルーチンって言うんですけど、そういうことを続けてしまう状況などがちょっと懸念される。ですが今回の修正箇所においてプログラム上で無限ループ、これルーチンね、に当てはまるケースが見当たらず、その結果原因の特定に難航しております。はい。で2番目、進行中の調査内容、現在はより深掘りした分析を行うためメモリー消費をフレーム間で、計測するツールを導入し、メモリー使用量の累積が平均から乖離している箇所を一個ずつ仮説を立て、トライアンドエラー作業を行っております。はい。ここの部分も説明した方がいいですね。メモリー消費をフレーム間で測定するツールを導入しって、このあたりがちょっと分かりにくいと思うんですよね。そうですね、メモリーを何だろう、リミッターをつけるというか、例えば、まあ、皆さんスマホであったりタブレット端末とか使ってるから、メモリーっていうのは比較的身近な存在だと思うんですね。皆さん持ってる端末16GB とか256MB とかいろいろあると思うんですけど、そのメモリーに対して例えば100メモリー、200メモリー、300メモリーみたいな感じで区分分けをして測定するツールを入れて、メモリーの使用量の累計が今までの平均とか、累計平均とかそういうものから、逸脱している箇所を一個ずつ仮説を立てて試行錯誤をしてるっていう状況らしいです。はい。また並行して今回追加した機能以外のプログラムも疑い、一つ一つプログラムにデバッグツールを埋め込みながら確認作業を行っております。はい。ここなんですけどね、私ちょっと一つ気になったんだけど、デバッグツールっていうのはいわゆるデバッグを行う AI ですね。はい。プログラムの内容を、なんだろう、その AI を通すことで、なんだろう、ちゃんと、なってるかどうかっていう確認をしているっていう感じかなと思われます。はい。で、最終的には、原因箇所は特定できると判断しておりますが、前述した通り一つ一つ原因を探すアプローチとなっているため、原因特定と解消までにお時間がかかっておりますと。はい。でこれが、はい、調査内容ね。で解消までの暫定的な対応として、本事象の時間経過によるメモリおよび CPU、脳みそだよね、いわゆるね、処理する基盤となる CPU 使用率の圧迫を回避するため、定期的なバトルサーバーの再起動を行い、メモリーのリフレッシュを行っています。リフレッシュっていうのは、まあ単語の通りだけど、まあ最適化、またはそのなんか累積して蓄積されたメモリーを消すっていう作業ですね。はい。再起動をするとメモリーが、キャッシュが消えるっていう傾向があるじゃないですか。それは、端末にも、それぞれね、皆さんお持ちの端末でもね経験されてるかと思うんですけど、特にアップル端末を持ってる人とかはね、顕著には理解されるかと思うんですけども、再起動することで、キャッシュをね、メモリーのキャッシュをね消すっていうことを行っている。はい。でそれはバトルサーバーのみなので、なんだろう、
前者で話してて落ちない人がたまにいるなと思ってたんですけど、多分その人たちはバトルサーバーにいないんだろうなと思いますね。はい。で、まあバトルサーバーを動かしてる人たちは、その再起動のために落とされたりっていうことが起きていたっていうことですね。はい。こちらの対応により一時的ではありますが、バトルが重くなる解消を行っております。まあこれまあ。なんですね、本当に応急処置ですよね。はい。で、今後の再起動タイミングについて、これは、不可率などの現状を鑑みながら、不規則にバトルサーバーの再、これまではか。はい。不規則にバトルサーバーの再起動を実施しておりました。はい。実際なんか変な時間に落ちたりしてましたよね。20分とか30分とか、50分とか55分とか、54分であったり。はい。ですが、バトルが重くなる時間はアクセス具合によりますが、平均して1時間から1時間半ほどで異常値に達しているため、不具合解消まで1時間を1サイクルとして実施するように変更します。っていうことで、変な時間に落ちなくなる、変なキリの悪いタイミングで落ちなくなるっていうことですね。はい。キリの良い時間の10分前、はい、要するに50分、はい、にサーバーの再起動を実施しますと、もう言い切りました。はい。これで皆さん、あのバックグラとかね、あのいろいろね、なんだろう、危険区域とか行くのにあたり、あ、そうそう、再起動するから、あのちょっと避けようよとかっていうことがね、できるようになるかと思います。はい。50分です。はい。で、再起動にかかる時間はおおよそ、2分から5分程度を見てくださいと。はい。まあ今までの経緯から考えると多分そんなにかかんないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ一応念のため2分から5分っていうね、猶予を持った時間設定で、再起動時間かかるかもしれないよって言ってますね。はい。バトルサーバーを再起動した際のお客様への影響について、バトルサーバー再起動中の影響は大きく以下の3点が発生します。1個目、挑戦中バトルの中断。はい。再起動タイミング時にバトルに挑戦すると失敗扱いとなり、挑戦権が消費されてしまいます。まあ、これは皆さん説明しなくても分かるね。はい。で、2番目、バックグラウンド周回の強制キャンセル。定期的なサーバー再起動によりバックグラウンド周回が強制的にキャンセルとなります。再起動タイミング中のバトルのボーナスタイムは消失してしまいますが、強制キャンセル後の、ボーナスタイムの消費は行われませんっていうことで、結構皆さん今までね、ボナタイをね、消失した人がいっぱいいる、周回全然回れてないのにボナタイがなくなってしまったっていう現象が結構あったんですけども、今後はそれがなくなるはず。はい。ここに書かれてることが本当であれば、なくなるはず。まあ、それを考えるとね、なんだろう、お詫び、ちょっと少ないかなと思うよね。ボナタイを棒に振、いや、ボナタイをね、棒に振った人たちからするとね、まだ足りないよって言いたい気持ちはわかる。うん。だってね、全割りしたらいくついんの ?100 が2個、200が2個で400が2個だっけ?ってことは800の1200の1400かなが1日に消失してるわけよ。それが2日はかかってるってことは、ひどい人になると2800個ぐらい消失してる可能性がある。いや、もう下手したら3000個棒に振っちゃってる人がいる可能性があるっていうことを考えると、若干お詫び少ないかなと思わなくもないけども、でも
なんだろうな、一応なんだろう、今日のこれからね、21時ですかに、声優3名の方をお呼びした、生放送はこれで守られたんじゃないかなと思いますね。はい、そうですね、はい、これでちょっとブーイングの嵐がちょっと落ち着くはず。いやもう絶妙のタイミングで、はい、ギリギリの絶妙のタイミングで、はい、お知らせと詫びを入れて差し込んできた。頑張った、エニスさん。はい。で、3番目。ゲーム起動からタイトル画面での通信タイミングと重なると通信エラーとなる。あ、これはしょうがないですね。もう再起動してるタイミングね、アクセスしたら、そりゃ、ね。落ちますよ。はい。バトルサーバー再起動中にゲームの起動と重なった場合、タイトル画面からホーム画面への移管ができなくなります。再起動が完了するまでしばらくお待ちください。ということでね。まあ、これは、まあ、皆さん大丈夫でしょう。はい。で、サーバー再起動時にバトル中だと通信エラーが発生し、ゲームが一時中断される場合がございますので、通信エラーが発生した際は数秒お待ちいただき、復帰するのを待つか、復帰しない場合はアプリの再起動をお願いいたします。はい。で、個人的にね、ここでね、おすすめしたいのは、1日に1回とか、まあ2、3日に1回とかね、全然端末を再起動してない人、端末っていうのは手元のスマホとかタブレットね、はい、そちらの方を再起動してない人とかは、そちらの方の再起動をすることで、その端末の状態がちょっとリセットされるんで、それもプラスアルファすることを個人的にはお勧めします。はい。で、お詫びについて、はい、不具合が解消されていない状況ではありますが、今回の多大な迷惑をおかけしたことに対して、お詫びとして以下のアイテムをお送りいたします。はい、私これいただきました。あ、でも赤奇跡2400個あったんだ。まあ3000個まではいかないまでも、2400一応あれしてる。で、どうかが500万。うん、まあ、で、あとこれ重要よね。イベントチケット、進撃イベントだっけ、あれよね、全然ドロップ皆さんしなかったでしょ。で、それが40枚。はい。で、経験値 1.3 倍加護が20個。これ嬉しいですね、ありがたい。で、ちょっとツイッターで一部話してたんですけど、熟練技能書、これ何百枚って出さないとみんな許さないよねみたいな。でも何百枚とかって出たら手のひら返して許すよねって話がツイッター上であったんですけども、はい、ありました。熟練技能書、それも洗濯箱100個ですね。はい。で、さらに自由の翼、特装専用ですけども1個ね、これがログインしたらいただけるんで、皆さん、はい、ログインした際は、はい、漏れなく皆さんいただけるんで、はい、これから始める人はもらえないかもしれない、もらえるのかな、その辺がちょっとわかんないけど、はい、始めたての人とかね、今ね、実はね、Apple Store でね、ピックアップでね、出てるんですよね。なので結構新しく始めた人がポロポロいらっしゃる。なので新しく始めた方が、なんだろう、このすでに始めてれば確実にこれがもらえる、美味しいですよね。はい。まあでも、まあそれはね、まあタイミングなんでね、ラッキーっていうかチャンス、うん、っていう感じですよね。はい。上記につきましては段階的なものとなり、不具合発生そのものに対するお詫びやイベント延期などにつきましては問題を解消し次第別途対応させていただきます。はい。これはひとまず現状を踏まえての、まあひとまずのお詫び
ね、まだ途中経過だから改めて、はい、お詫びや報告対応をしてくださるそうですよ皆さん。はい、で多くのお客様にブレオダ 1.5 周年のイベントを楽しんでいただきたいと考えていましたが、満足にプレイできない状況を提供する形となり、重ねて深くお詫び申し上げます。また不具合の解消ができるまで定期的に調査状況と経過報告をお伝えする予定です。えらい、そうだよ、そういうのがみんな求めてたんだよ。ずっとさ、エニスさんさ、だんまりだったからさ、みんなさ不安になってさ、状況もよくわかんないしさ、それでさ、もうさ、もう状況わかんないしバグバグだし、だからもうみんな怒ってたんだよ。そうだから逐一本当にね、なんだろう、伝達できることがね、伝達できることがなくてもよ、ね、なくてもある一定期間のペースで経過報告は必要ですね。はい、現状解決できてません、すいません。はい、そういう一言でもね、はい、だんまりより、だんまりはダメよ。はい、もう黙り込んでね、何もね、告知しないのとね、ほうれん草よ、ほうれん草。もう報告連絡相談、相談はできないけど、ユーザーには。報告連絡、これ、必要よ。ほうれんまでは。そうは無理だから、ほうれんしてください。はい。ということで、不具合の解消に向けて、チーム一丸尽力してまいります。解消までもうしばらくお待ちください。ということです。はい。皆さん、そういうことなんで、まちょっと、まあ、みんなね、いろんなね、思うことが終わりかと思いますが、エニューさんも頑張ってるっていうのが、まあ、個人的には、思うところが多少、まあ、私と同じように思う人もいるかもしれないけども、お、上がった。思う人がいるかもしれないけど、一応、エニシさん頑張ってますよっていうのが分かりましたね。はい。なんで、今後もちゃんといろいろ、ほうれん草まではいかなくても、ほうれんまではしてくれるかと思いますんで、はい。皆さんね、本当にね、これ違うわ。あ、増えた、ポーション。はい。一応、今後も、なんだろうな、その、エニーさんの頑張りを見守り、そして、ね、せっかくね、ゲストのね、方々がね、いらっしゃるんで、楽しい生配信を見れるといいですね。で、あんまり、なんか、その、せっかくね、ゲストの方がね、いる状況で、チャットをね、荒らさないようにっていうね、荒らさないでよっていうエニスからのお願いだと思うんだよね、これって。だこれって多分、まあ、声優さんに対する配慮とかね、そういうのもね、もちろん含まれてると思う。うん。なんで皆さん、できればおとなしくね、はい、ブレオラ通信局だっけ、なんだっけ、ブレオラ通信、はい、生放送ね、見る方々はチャットをなるべく荒らさないようにっていうことですよ。はい、これが17時15分に、はい、お知らせとして上がった情報です。ということで、はい、皆さん、はい、ブレオダだるいけど50分ごとにバグぐらい入れるんかいみたいなね、はい、だるいけど、とりあえず今までよりよりは状況が改善されてはいるんで、そしてまあどうなるかわかんないけど、ちょっとなんか光が見えてきたんで、はい、ちょっと